皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。9月になりました。もう早い学校では夏休みの課題のテストなんかやったんじゃないでしょうか。まあこれからやる人もいるかもしれませんよね。これからやる人頑張ってください。もう終わっちゃった人どうでしたか、できましたか。ね、夏休み一生懸命勉強やった人いい結果出るといいですよね。今日はちょっとね、なかなか社会の覚えられないという人、こういう人のちょっと特徴とこんな風に工夫したらいいよということをお話したいと思います。社会ができない人の特徴、まず覚えるべきことが頭の中で整理できていない、そういう覚え方をしていませんか。例えばテストの時、室町時代のことを聞かれているのに、あなたが書いた答え鎌倉時代とか飛鳥時代だった、そんなことありませんか。ですから時代と出来事、人物、これを整理して覚えていないということですよね。ですから覚えるときには、この時代には何があった、どんな人物がいた、この時代はこんなことがあってこんな人物が活躍したと、そういうのを整理しながら覚えないと実際に使えない知識になっちゃうんですよね。それから覚えるべきことが絞れていないと、こういう人いると思います。これどういうことかっていうと、ただただ問題集とかね、参考書なんかを見て覚えなきゃ覚えなきゃ覚えなきゃって焦っているんだけど、なかなか覚えられない。人間の脳って一度に覚えられるものの数というのは大体7つくらいまでだそうです。それなのに、時間が短いのにもうたくさんたくさんたくさん頭に詰め込もうとしていませんか。これってなんか勉強した気にはなるんだけれど、頭には残らない、そういう勉強法なんですよね。ですからまず数を絞って覚える、こういうことをするといいと思います。例えば例を挙げると、飛鳥時代について覚える、そういう時にはまず覚えるべきことを絞りましょう。テストに出やすいところ予想して絞ります。聖徳太子、大化の改新、人心の乱、大法律令、この4つぐらいですよね。まず飛鳥時代といったらこの4つがまず出てきちゃうようにします、最初の覚え方。そうしたらその中身を次に覚えるんですね。まず4つですから覚えられちゃうんですよね。でその次にその一つ一つの中身、例えば聖徳太子だったら官位十二階の制度と、それから17条の憲法、遣隋使を送った法隆寺を建てた、4つですよね。覚えられますよね。これをくっつけていくんです、ね、大化の改新だったら、大化の改新、中野大江の王子と中富の鎌取が蘇我氏を倒したことから始まった政治の改革で、その中でも内容は高知公民とかね、そういうのを戸籍を作るとかね、そういう内容を付け加えていくわけです。人心の乱といったら、で天智天皇の死んだ後、その次の天皇に誰がなるか、でこれを争った戦いですよね。そういうふうに内容を付け加えていく、まず数を絞って覚えて、その覚えたものにさらにそれを小分けして、ね、5つくらいずつに小分けして覚えていくと、そうすると一つのものからこう分かれて覚えられるので結構頭に残りやすいと思います。これをバラバラに覚えちゃうとね、なかなか覚えるの大変だし嫌になっちゃいますから。それから時間を意識しないで勉強していると、こういう人が多いんですね。ただダラ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 、いやー何かなーってやって時間ばっか長くやると、時間ばかり長いと、そして時間が経ったら、ああ今日は勉強した、こんなに勉強したと自分の気持ちはねいいんですけど、でもね長い時間やったけれど頭に何も残っていない、全て忘れちゃってる、そういう状態になっちゃうんですよ。ですからまず時間を意識してくださいね。これだけ覚えるのに、例えば15分でこれだけ覚えるとか、
ね、30分ここからこの部分をしっかり覚えると、こういうように時間内にどれだけの量を覚えよう、ね、これを決めて勉強すると集中力その時間だけは続きますから、覚えやすい、頭に残りやすい勉強ができるんですね。ですから社会が覚えるの苦手な人、まあ他の論でももちろん使えるんですけどね、そういう人はぜひ今日はこの3つですね、私が覚えるべきことが頭の中で整理されていない人は整理して覚える、で数を絞って覚える、そして時間を意識して覚える、ね、9月から成績を伸ばしたいならこれをヒントにしてあなたの勉強に役立ててください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。